宣言通り、こちらのお酒をレビューしていこうと思います。なんかね、まあ結構喋ってて1時間ぐらいでしょ、まあ、あの倍速で編集して、アップロードしようとしてんだけど、なんかちょっとトラブルですかね。なんででしょうかね。まあ容量というかね、一つの動画が大きすぎるんですよね。5ギガぐらいで、確かにね、大きいとさすがにできないよね。でももっとな、あの早くできるようにならないとダメだと思うよ。もう今 4K とかじゃん。でそれでね、10分40分撮ってたらもうありえないくらいギガいくよ。もうね、20ギガぐらいいくんじゃないですか。そしたらもう対応できないですよね。もう通信の速度が合ってないですよね。もうちょっと技術向上しないと大変なことになりそう。何を言ってんだって言うんですけど。はい。でね、今日ちょっと頑張りすぎて、あの、いろいろあったな。あとそうね、動画も出すのもやったし、って、それも仕事に入ってたのかな。なんか手がボロボロになっちゃってさ、あの、弱いな。あの、爪がすぐに割れる。これ栄養が良くないからかな。強い体が欲しいですね。何にするにしても、あの、壊れない。永久の、力、ね、無敵の力欲しいですね。パワーが欲しいです。あの、栄養をね、いっぱい取らないといけないんですよね。お金が必要ですよ。栄養を取るには、いろんな栄養素を取るにはお金がかかりますからね。国会議員さんみたいに太ってて何を食べてるんでしょうかね。何不自由なくね、税金を食べてるようですね。国会議員さんは毎日ね、いっぱい何食べてるのか知らないですけど、はい、そんなこんなで、今回は、菊正宗酒造株式会社さんの、紙パックではなくて、紙コップ酒でございます。いや、珍しい。これね、いつか買って、その、飲んでみたいって。これね、こう、絞りたて正宗って、これ、あの、後ろの絵なのかな、書いてあると思うんですけども。これちょっとなんか不思議な絵ですね。なんか、習字で書いてありそうなんだけど、上のこのさ、まっすぐな線はなんか、ね、ピクトグラムっぽい、なんかカタカタしてますけど、これは筆で書いた、これ宗なのかな、ちょっとわかんない。でね、名前、あの、これ商品名が菊正宗絞りたて銀カップなんですよ。銀カップ、まあそういうシリーズがあって、これはそのコップみたいですけど、基本その紙パックのでかい版ですね。あの、牛乳みたいなやつので、それのちっちゃい版っていう感じですかね。あの、結構有名なお酒っぽいです。アルコール分が14から15で、醸造アルコールも入っております。でね、お値段が、どこで売ってたかな、ドラッグストアでしたね。お値段が190円でございます。どんどんなんかね、高いやつ手出しちゃうような気が、まあいろんなお酒をね、私は飲みたいと思ってますが、一生に一度はね、紙パックの安いやつ、通常の2倍のお値段ですから、2倍うまいはずなんですよ。ほぼ200円ですよね。この、180ml かな、の日本酒さん。絞りたて生醸造酒だってさ。でね、うたい文句、驚くべき新酵母、HA14 酵母、これ独自、この会社さんのね、の酵母です。により、清白の普通酒でありながら、ほとばしるような、芳醇な香りと冷やしてさえるフルーティー感が、これね、なんか端々って思うじゃん。よーく見たら端々じゃなかった。でも端々でも合ってるよね。みずみずしく広がります。日常酒の概念を変える新しい日本酒の誕生です、だってさ。で、なんかその酵母、この HA14 酵母っていうのが、あの、フルーティーな、うまさがあるんだって。で、この書いてある通り、その、低清白って何なのか調べてもなかなかなくて、清白で調べたら、まあ、磨くって削るか。削るって何って、あの、あれですよね。この、精米不合のことですよね。で、少ししか精米されてないってことなんですよ。パーセントで言えば、まあ、憶測なんですけど、70とかなんでしょうかね。ちょっとわかんないんですけど。まあ、50も削ってないということなんですけどもね。基本削れば削るほどなんか、あの、いいって言われてるんですけども、削ってないと、削るほど旨味って下がるらしい。まあ、味。まあ、そりゃそうか。もの、この米自体がちっちゃく削られてるわけですから、味がなくなっていくらしいです。なんだけど、どんどん、あの、
なんだっけ、どんどんピュアというか、キリ、あの、す、なんて言えばいいかな、すっきりとした味わいになってくるらしいです。ちょっと、間違ってたらすいませんけど。なんかね、飲んでみたかったんですよ。これ、面白いでしょ？こういう形。あんまないでしょ？なんでね、一回は買ってみたかったんでね。で、売ってたので、ついにね、銀パック手に入れちゃいました。でね、菊正ピンの方あるでしょ、これも同じ菊正さんが作った。あの方の紙パックと飲み比べしたかったんですけども、あれ売ってるとこどこにあったかなって忘れちゃって、2つ買ってなかったので、時期なので。いや、買っときゃよかったなって。そしたら飲み比べできてさ、どっちがうまいとか、ね、2倍美味しいとかできたと思うんですけど、ちょっとね、ミスっちゃいました。なんかちょっとタピオカドリンクっぽくないですか、これ。コーヒーのね、そんな感じがします。はい、飲んでみましょう。中はどうなってるかなって、普通の、普通に入って、あ、おーおーおお、なんか、綺麗な光景が広がっております。なんか、洞窟のお水みたい。全部どうせなら開けちゃいましょう。これは、さらっと開けられちゃいますね、この蓋は。もう、ごくごく全部飲むようですね。もう、保存できないですから。まあ、開けたら飲むでしょうね。ほっ。でね、これ冷やしてとか言われてるんだけど、俺は常温でね、基本味わって、どんなものか見たいのでね。はい、こちら。色どうですか？透明だね。はい、いただきます。もう最近酒飲んでなくて飲みたくて、いや、依存はしてないんですけどもね。乾杯。今日はね、まあ、頑張れた。いろいろ頑張りましたね。もう手が疲れた。あと、いろんなとこ掃除したんです。部屋以外も、バイク以外も。いやー、疲れた。手首が痛いです。久しぶりに。なんかね、俺ね、24時間寝て、あ、違うか。3日寝て、1日中頑張るみたいな、そういう、もしかしたらサイクルなの、の人なのかもしれないです。ちょっとね、眠たい時はほんとずっと寝てるんですよね。ダメですよね、これ。いや、でも、そういう人いません？え、みんながみんなさ、12時間起きて12時間寝る人なの？ねえ、そんなロボットみたいな人なの。たまにはね、3日寝てっていう人もいません？あ、でさ、思ったのがさ、1日って24時間じゃん。で、1時間で1つのことをやるっていう、プログラムでやると、1日って24回できるんですよ、何かが。でも24回しかないんですよね。え？あ、もちろん寝ませんよ。え、何言ってるんですか？ 24 時間ぶっ通しですよ。ね、1日24個しか何かすることができないの辛いですよね。1日が100時間あれば100個できるんですよ。もちろん寝ませんよ。はい。いただきます。乾杯。うまいやつじゃん。うまいやつじゃん、これ。味がしっかりついてるやつじゃん。俺好きなやつじゃん、これ。いいですね。なんか最近ほんと酒飲んでなくて。いや、飲んでたかもしれない。意外とアルコールいろんなところで摂取してるかもしれないけど、日本酒はしっかりと飲もうと思って飲んでないから。それ以外は感動しないから。うまい。これはね、さすが、100円では出せない味なんですかね、これ。使ってる工房が違いますわ、さすが。優しい味ですね。ごくごくと入っていく。さすがアルコール分が15ぐらいだとね、優しいね。20% になるとそれがね、お、グッとくるなってなるんですけども。やはり水で薄めると、14% ぐらいにすると、飲みやすい。ある意味、いいんだか悪いんだか。まあ、俺的にはこういうのは好きなんですけども、ね、料理とか食べてる時にきついのはちょっと辛いやん。絶対に酔いたいって時だけ、厳酒とかの 20% とかかなと思います。これ、うまいね。すぐなくなるね、これは。これは、あかんわ。すぐなくなるわ。ちょっと高いんでね、二つは買えなかったんですけども。記念に置いとくのも良かったなと思います。これはね、ドラッグストアだけでもね、ちょっと遠いところで、あんまり売ってない気がする。どこで買ったかな？忘れた。
いろんな種類のお酒が売ってあるドラッグストアっていいですよね。あのコンビニみたいにさ、まあまあメジャーなものだけっていうのじゃなくて、その、 あのお店の誰がこう買ってるのかな、あの店長さんなのかながおすすめするお酒を売ってるみたいな、あのあんまり売ってないお酒を売ってるみたいな、そういうのいいですよね。いろんなお酒が気軽にさ楽しめるじゃんね、いいと思います。これはあのうんの飲めるね。だからあれだな、なんだっけ、前にめちゃくちゃ飲み合わせて、木桜マイルドさんかな、あれよりかはちょっと確かにあの苦いとかきつめあのっていうのはあります。あれはねすごいや、あの飲みやすかったね。あれは覚えてますね。結構で、ね、私種類いろんな種類飲んでね、もう忘れてるんですよね。ちょっとはい、ちょっとだけお見せします。もうまだ全然ですけど、これだけ揃ってきましたもっとねいっぱい貼り付けたいですね。あ、これも貼り付けたいですね。でね、あのまだこれ作ってなかった頃はね、あののお酒はないんですけどもね、あればまだ買って貼り付けたいな。それ、ある意味それだけのために。まあでもね、あの、美味しい酒は買って損はないですから。うん。あかん、飲んでしまうわ、これ。あの、本当にワンカップってすぐなくなってしまうよね。味があるのはいいね。いいですね、味があるのは。ちょっと後味は、あの、あれよりかは苦くなるやつですね。あれはなんで甘いんやろな、あの木桜は。びっくりするほど甘いかも。今までの中で一番甘いですね、木桜さんは。まあ、飲みやすいというか、甘いっていうんかな、ね。あの、飲みやすい。しまった。しまった。全部飲んでしまった。うん、でね、その冷やすと味が変わるんじゃなくて、舌が受け取るあの感覚が別のあの感覚になってしまうのでね、正しいって何かって話だけど、まあ、俺の思ってるその同じ測り方で、あの舌の精度もね時によって変わりますから、測れないなと思って、常温っていうか室温、ね、部屋の温度って言えばいいかんでやってるんですけども、うん。飲んでしまった。はい、そういう感じでした。一緒に一度はね、飲んでみてください。これは有名なやつですね。意外と売ってない。意外とこの銀カップ売ってないんですよね。売ってたらいいのにね。コンビニだとか、ね。あんま見ないね。あの、コンビニってその枠がやはりあるんですね。だから紙パックはもう、3種類までみたいな。で、だからこの、紙コップの枠、あるかな、わかんない。でさ、他にもさ、日本酒以外にもあるじゃん、枠が。ワインと、あと、ウイスキーと、みたいな。まあ、なかなか、その、置けないんでしょうね。いろんな、中の、前にじゃない、メジャーなものを置いてしまうと、もう、あの、枠ないんでしょうね。だから、あとは、その、店長さんのおすすめとかに限るってやつなんでしょうね。でも、ある時はね、コンビニでも結構、その、あんま見たことがないお酒とかあるんでね、あのコンビニはしごです。コンビニはしごしましょう。はい、以上です。いやー、レビューできてよかった。そう、これ変えてよかったですね。銀カップさん。いやー、飲んだもんな。ただ、そう、あの、もう一つの、菊正ピンともね、比べたかったなってあるもん。まあ、あれと似てる感はある。ちょっとね、味が覚えられないんですけど、いろんな味飲んでしまうと。はい、そんな感じがしました。以上です。